稲城市からのお知らせです。この番組では稲城市の魅力や注目情報をお知らせします。10月18日から20日にかけて稲城中央公園で愛の街稲城市民祭りが今年も開催されます。昨年はおよそ7万人の来場があり、大変にぎわいを見せる祭りとなりました。愛の街稲城市民祭りは市民文化祭、芸術祭部門、ファミリースポーツフェスタ部門、交通安全市民の集い部門、ふれあい祭り部門、産業祭り部門の5つの部門で構成され、各部門の祭りを合同開催することで稲城の一大祭りが作り上げられます。それでは第23回愛の街稲城市民祭りの見どころを紹介します。会場内では飲食、展示、PR ブースなど多くの団体が出展しており、子どもから大人まで楽しめる催しが盛りだくさんです。またフリーマーケットも多く出店があり、にぎわいます。総合グラウンド内ではモルックやボッチャ、サッカーなどのスポーツを体験できます。東京ヴェルディ協力のもと、かけっこ教室や自転車体験も開催します。芝生広場では白バンやパトカーの展示、乗車体験を行います。自転車シミュレータでは交通事故を未然に防ぐために気をつけることを学べます。また毎年人気のポニーの乗馬体験を先着で実施します。各日午前10時から整理券を配布します。メインステージでは地域の団体がダンスや和太鼓演奏などのパフォーマンスを披露します。ぜひお楽しみください。総合体育館では生け花や絵画などの作品展示を行うほか、市内の農家が生産した農産物を展示します。また今年は駒沢女子大学の学生が書道パフォーマンスを披露します。臨場感あふれるパフォーマンスをぜひご覧ください。ここで昨年来場した方の声をお届けします。今日すごくいいお天気じゃないですか。なのでみんなの気持ちもほぐれてて、あったかくって、この広い稲城市のこの公園があってよかったなってすごく思いました。たくさん人がいて楽しいです。遊んではなくて食べ物たくさん食べてますちょっと芝生で遊ん でその後ちょっとお土産買って帰ります。市民祭り当日は無料シャトルバスを運行しています。ルート、時刻表などの詳細は市ホームページをご確認ください。皆さんのご来場をお待ちしています。稲城市からのお知らせでした。